皆さんこんにちは、こちらは、理研 CBS オリンパス連携センター、略して BOCC です。ここにはオリンパスの最新鋭の顕微鏡が、3台置いてあります。研究者の皆さんに日々研究利用に活用いただいています。多孔子冷気レーザー操作型顕微鏡です。こちらの顕微鏡は、生きたマウスの脳を観察した場合、通常のレーザー顕微鏡の10倍以上の深さを観察することができます。二孔子現象を使うことによって波長の長いレーザーを使うことができます。そのレーザーを、フェムト秒レーザーという非常に時間的に圧縮した状態を作り出すことと、高精度な対物レンズによって光を集光することによって空間密度を上げること、この2つを実施することによって二孔子現象を強制的に発生させることができます。その二孔子現象によって通常よりも相当深い位置の脳の観察ができるようになったわけです。この顕微鏡は脳の研究に革新をもたらしました。これが二孔子の対物レンズになります。1本250万ぐらいします。でこの二孔子の対物レンズには必ず補正管というものがついています。皆さん補正管って何か知ってますか？よく言われるのはカバーガラスの厚みを調整するためにしていたものなので、皆さん 0.17 に合わせればいいよって習ったりするんですけれども、実はカバーガラスの厚みとかつサンプルの厚みの調整をしているようなイメージになります。で毎回インビボで計算するときも毎回補正管は位置を合わせないと、サンプルによって当然違うし、カバーグラスの厚みもなんか毎回ちょっと違ってたりするのでしなきゃいけないんですけど、なかなか皆さん毎回調整はしていません。非常に難しい作業です。でもそれを解消するために作ったのが、オートコリレーションの対物レンズ、ちょっとこちらになるんですけども、ここにモーターがついていて、モーターのところがカバーになっているのでちょっと分かりづらいんですけど、この先っぽだけがちょこっと出ている感じなんですね。この先っぽだけがですね。でこれ非常に楽なのは、本当にボタン一つで正しい画像の位置を出してくれるっていうところなんです。今補正管の位置を変えながら枚数を取ってくれているんです。今ちょっとずつ絵が変わってだんだんここが明るくなってきました。で周りも少ししっかりデータが出てくるようになってくる。ちょっと明るすぎたかなというところがあるんですけれども、でまた補正管がずれていくとまた暗くなって絵が少し甘くなっていきます。で今この Z 面で正しい補正管位置はコレクションカラー補正管の位置が出てるんですけれども、補正管位置を 19.4 ですよっていうのを自動的に出してくれることができます。で今これちょっとたくさんポイントを取ったんですけど、最低、2箇所のポイントを先ほどのオートで撮るっていう形にすると、直線引いてくれますので、その直線に合わせてZが変わった時に補正管が自動的に動いてくれるようなシステムになっています。非常に簡単に Z スタップが取れるということになります。これはマウスの固定した脳になりますね。固定してしまうとこのように完全に不透明な状態になります。で最近2010年ぐらいからでしょうか、このマウスの脳を透明化して深くまで見ようという試みがなされてきました。例えばインビボで深く見ようと思ったら、それでも今の状況だと、1ミリ程度しか見れないんですけれども、今この透明化という手法を使うと散乱がなくなるので、非常に深くまで見ます。マウスのホール脳の全体が1回で撮影できるような形になります。ただ屈折率が高い状態になっているので専用の対物レンズが必要となっています。BOCC ではそれぞれに、合った対物レンズを揃えていますし、皆さんがこのようなサンプルを作るときに調整するときに必要な方法などを教えたりすることができますので、ぜひいらしてください。